はい、皆さんこんにちは、ワルキネスです。本日もご来場いただきありがとうございます。マリオカート8デラックスの実況をやっていきます。1レース目はミラーノ、スカイガーデンです。この時間はですね、土曜日で多分ね、やばいやばい、ミスってました。大会前なんですよね、今ちょうど今日、チーム杯あるんで、それで多分アップしてる人も多いんじゃないかなって思うんですが、怖えな。というわけでね、まあ大会前だからいい人いっぱいいるだろうと思って、ノラ潜ってね実況撮ってます。さあ今の状況は悪くはないんじゃないか。これ OK、 潰したかな。潰したね。さあここのリスクをうまくいけるからが、あ、やべえ、ボム編落としちゃった。もったいなかったかな、今の。俺に来たかなと思ったから、捨てちゃったんだけど。もったいなかったかな。さあ、ここでちょっとコイン回収しますかね。ダブル交換いけたけど、まあいいや。コイン9枚揃って、10枚揃ったんで、これで、上がっていきましょうかね。俺じゃないね。ただ1位のワリオがちょっと離れちゃってるから、気をつけた方がいいかな。赤俺か、しょうがない。やべやべ、グだったが、まあしょうがねえか。ここでとりあえず赤拾って、赤じゃねえ、ダブルアイテム拾って OK、 ナイスか。落ちたね、ミスちょっとか。ただこれ飛べこないかな、そういう心配があるんだけど。 OK、 ナイス。 OK、 今の7でよかったな。さあこれでもうあとはトゲ来ないでといったところ。ああやべ、下った。いやー捉えた。これトゲ来なきゃ、ちょっとさ、いやーこれターボ出ないか。いやこれはもう行くしかない。黒持ってるか。うわー打たれた。ただ裏に赤持ってるんで、ミロさん投げてほしいな、前に。やっぱ一緒に投げるよね、しょうがない。あべ、これはもう3位でいいや。ミルさん投げるか。やべやべ、外から行こう。ダメかな、ダメか。まあいいや、3位だ。上位安定ということで、3位で良しとしましょう。ミラーだけど、まあ、グだったか。しょうがないな。ミラーだから。はい、次レースいきます。はい、2レース目やってきます。157cc のハイラルサーキットです。いいんじゃない、いいコース来たんじゃないか、これ。 OK、 スターダーちゃんと成功してく。 OK、 コイン2枚取りできたのは大きいんじゃないか。赤持って、うわーいきなり赤投げるか。赤即投げってあんま良くないんだけどねって言われてますけど、確かに防御がなくなるってことを考えるとあんまり良くないかなでは思うけど、とりあえずここも、とりあえず下がってスターキノさんが出ればいいんだけど。さあここでルピー回収して、さあここでダブル拾ってルピー10枚にして、いやートゲ裏、キラの裏と、ちょっと待って、これも次のアイテムボックスであれだな、トゲ速く投げてダブル取れたらいいなっていう感じだけど、打てないか、今の当たんねえか。ここで投げろ。あーダブル余る。ちょっと待って、5位の人なんでスター閉じてんだこれ、謎だな。とりあえず投げてくるか。当たんねえか。当たったね。いやマジか。うーんまあしょうがねえや、今のも下手くそだったな。さあここで切れろ切れろ、ナイス。やべやべ、危ねえ、ぶつかるところだった。引けねえか。
まあいいや、ダブル取って、いや引いたかな、引けてるのかな、いや待ってないの、これはもうダブル取るしかねえな、再開は嫌だよ、 OK ナイス、あーでもね、まあしょうがねえ、はい、じゃあ次レースいきます、はい3レース目やってきます、あーミラーだね、しょうがないか、2-1スタート、 OK スターターはできる、さあここでリスクいけるか、いったねリスク、さあ1位があれバナナ持ってるのいいな、いきなりそんなしょっぱなから出るもんかな、とりあえず OK 潰した、さあ尻尾フリフリして1位になり、ここはもうバナナキノコか、キノコだよねあれ、まあいいだろう、コイン9枚あるそんなコインは焦る必要はないかな、うめえな前の人、うまいな、レート高いんだろうな多分、譲ったね俺に、うん、そしてミスクいってんなこの人、ミラーなのにうまいね、まあトゲ受け要因にしようかな、暗かナイス、ただ裏がな、裏がちょっとコインだから、これはもうトゲ来たら譲ってくるだろうっていうことを考えつつ、しっかりボムか、ちょっと避けるか、ちょっとねグダってる、めちゃくちゃグダってる、多分どこでボムを置いてくるかだよな、まあそこで置くよね、俺はこのまま、まあいいやこれでいいでしょ、 OK ナイスに、まあ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 2位だからね全然いいでしょう、うまかったし、はい、というわけでトゲ来なかったけどトゲ待ち体制で2位取ったんで、ね、よしだと思います、では次レースいきます、はい、ラストレースやってきます、 150cc のマリオスノーマウンテンです、あの大会始まる時間なんですよね、ちょうど9時になるんでめちゃくちゃ人抜けていきましたね、さあ前コース、この人に俺は1回でもいいから勝ちたいんだけど、なんで前の人がさバナナで俺がコインだったのか謎なんだよな、悔しいね、これは悔しいな、悔しいが、これは本当にもうあとはトゲ待ちするしかない気がする、多分真ん中のアイテム取るよね、そしてそこのアイテム取るでしょ多分、さあこれはもうあとはトゲを待つしかないんだが、やべえな、グダったやばいよ、ガンガーンやばい、なんかこういうところでくだらねミスしないでさ安牌走行行けばいいのにね、俺何食らった今、もう使っちゃおういらねー、一番いらねーアイテムに出る人は俺じゃないね、赤、ただスターが来ているが大丈夫かな、大丈夫そうだね、あぶね、引かれるところだった、6、ちょっと待って、ちょっとお前なそんなところ上行くのマジかよ、お前アイテム取らせろよ、おいマジで言ってんのかお前、やばいこのライングラルか、ちょっとマジでこれミドさんかスタイルよ、いやー引けんかった、やべやべ、ちょっとやばいやばいやばい、 FP がやべえ、そして今なんか何気に前からミドさんが来てたな、とりあえずいやーマジか、当たるかよ、おいやべやべやべ
めっちゃ後ろから迫ってくるやん。さあそして引きに来るが、いやー6位か、下手くそだったな今のは。今のは初手、いや8人かよこの部屋、8人何回。今のはもう初手で、初手というか落ちたところがダメだったな。あれ？あ、そっか。